キミト様、ご参加くださいませんでしたわね。ご用事ですもの。仕方ありませんわ。キミト様はこちらに来られたばかりですし、とても素晴らしい方。相談相手として、これ以上の方はいらっしゃいませんわ。先日、キミト様の部屋を訪ねたくて、ドアの前まで行ったものの、あまりに楽しそうな声に入るのがはばかられた方がいたと聞きましたわ。じゃあ、駄菓子ってことになるか？うみゃぼうとか。うみゃぼう？コンビニってとこにあるんだ。庶民の放課後体験会、パーティーの名前はそれにするわ。いいんじゃね？よね。楽しくなりそう。手を引かれたり、お二人の会社話をされたり、キミト様がアイカ様の後を追われたり、ただならぬ関係とか。もしかして今頃。いい加減になさって。何があったの？キミト様にはお話しすることはできません。それでカエ様に怒鳴ってしまい、何も言えずに立ち去ってしまったんです。私、こんなこと初めてで。